皆さんこんにちは。明るく楽しくマニアック、指揮者作曲家の徳岡直樹です。さて、届いたんですよ。でっかい段ボール箱がですね、4個、合計80匹。いわば結構いい体格の人間が一人やってきたようなものですよね。もうこれずっと実はクマパーツプッシュさんのところにお預かりいただいていたもので、クマパーツプッシュさん本当にご迷惑をおかけしました。しかもこの台湾への転送には並々ならぬご協力をいただきまして本当にありがとうございました。で、今日はこの 1,2,3,4,4 個の段ボール箱をですね、これから開封していきたい。やらせなしです。リハーサルなし。本当にこれ先ほど届いたので、で、私自身これほとんどがヤフオク、ごくたまにアマゾンで、買ったものもあります。で、何が入っているか実はあんまりよく覚えてないんですね。なんせこのコロナで私自身去年の2月ターボの N 響を聞きに行った時以来1年8ヶ月も日本に帰ってないんですよ。で、その1年8ヶ月前の去年の2月の段階で台湾に自分で持って帰ってこようと思っていたものなんですね。なので正直なところ、覚えてるものもあります。ただ何が出てくるかわからない。しかもとても嬉しいことに、なんとクマパーツプッシュさんからのいくつかプレゼントも入ってるらしいんですね。それが一体何なのかというわけで、今日はこれ皆さんとドキドキしながらですね、一つ一つ開けていきたい。私が何を買ったのか、何が届いたのかをご紹介していこうと思うんです。これ私の動画では多分初めての開封動画だと思います。ちょっと邪魔が、はいはい、はい、ももちゃん。さあ、それでは早速開けていきましょう。もうどれでもいいんですけれども、私の目の前にあるこれから、よいしょ。お、これは多分私がまとめて落札したものですね。はい、マニアックな方はこの背中を見て何なのか、どの指揮者のレコードが詰まっているのかお分かりになると思います。はい、これ実はフルトベングラー詰め合わせの箱なんです。私小学校4年生10歳の時からフルトベングラーを聴き始めましたけれども、その頃ってレコードって高かったですよね。小学生の小遣いでなかなか買えるものではなかった。しかもボックスものなんてよほどものを選ばないとね。というわけで私フルトベングラーの LP レコードでは今いろいろ廉価なもの、中古の出品をこう買い漁っているところがあります。というわけで、これもとあるネットオークションでフルトベングラー詰め合わせのように箱物がバーッとまとまって出品されていたんですね。それを私が手に入れた。はい、1954年ザルツブルクでのドン・ジョバンニですね。これ当時話題になりましたよね。というよりもびっくりした。ザルツブルク音楽祭の実況版が世紀のレコードとして登場するなんて当時なかなかなかったですから。私これドイツ版は持ってるんですけれども、国内版、東芝版は多分初めてだと思います。これもザルツブルクでのドン・ジョバンニなんですけれども、これは、それ以前にですね出ていたイタリアチェトラ原版のザルツブルクのライブシリーズですね。1枚1300円だったんですね。非常にお買い得なお値段。このシリーズも今聞いてみて音のクオリティどうなのかな。そしてこのザルツブルクでのドン・ジョバンニには1953年演奏と54年演奏がこう混ぜこぜになってるっていう大きな問題があるんですけれども、ちょっと檜山先生のディスコグラフィーを見てみないと分かりません。あ、これはディスココープ、日本ではワルター協会と言われますけれども、アメリカのディスココープというレコード会社ですね。そこが出している1953年ザルツブルク音楽祭でのフィガロの結婚です。これ私このジャケットではない、別のジャケットデザインの同じこのディスココープレーベルからのフィガロの結婚を持ってるんですけれども、皆さんこれバカにできませんよ。これまでに出てるどの CD よりもクオリティの高い、もう明瞭度、鮮明度、いずれも非常に優れた音源によるレコードです。私 CD ではエクリプス版か、あれが一番いい音するなと思ってるんですけれども、それよりもさらに音源の明瞭度、音の力強さっていうのが優れているフィガロです。またドン・ジョバンニ、これはチェトラなんですけれども、多分音源が変わっているか、そうですね、フルトベングラーの没後30年ですから1984年に再発売されたものです。これはチェトラが新しく出した FE シリーズ、その音源原版を使っていると思います。なんでもう一組来たのか分かりません。これいつかプレゼント企画にしますね。出ました、これ日本コロンビアのフィガロの結婚なんです。
しかもこれワルター協会レーベルですから、手っ取り早く言いますと、このレコードの日本でのライセンス契約国内版ということになります。私これはリアルタイムでは、実際にはレコード店では見たことがなかった。私が買い始めた頃にはこれすでにもう入手できなくなってました。というわけで聞いたことないんですけれども、お話によりますと、このアメリカのディスココープ版同様非常に優れた音が聞ける。でこのディスココープで出て、日本コロンビアがワルター協会レーベルでライセンス契約したザルツブルクオペラのシリーズっていうのは、本場の版に負けず劣らず非常に良い音で聞けるものがあるという話を聞いていますので、これも楽しみです。このフィガロいいですよね。エーリヒ・クンスのフィガロが最高ですし、イルムガルト・ゼフリートのスザンナも可憐ですし、私これドイツ語歌唱ですけれども、これでフィガロというオペラに親しみましたので、これ大好きです。あ、これもまたチェトラのオペラライブシリーズですね。1枚1300円の廉価で出ました。1951年ザルツブルクでのマティキです。これが来ましたね。私小学生時代にどれくらいこのレコードセットに憧れたことか。国内版として初めてフリット・ヴェングラーのベートーベン交響曲全集として出たレコードです。1979年、フリット・ヴェングラーが亡くなった没後25周年の年に、ロンドンでのそれまで未発表だったベートーベンの2番のライブ音源が現れたことによって、やっと我々本物のフリット・ヴェングラーによるベートーベン交響曲全集を聴けるようになったんですね。その最初の全集フォーマットの発売です。これあれですよ、アメリカ版、アメリカ RVC の1954年 EMI 録音のベートーベンの第5、あれの初版ですね。名画シリーズっていうんですけれども、その絵がないか、ちょっとリーフレットが裏返ってるかでしょうね。あ、これは良かった、こんなものがあったんですね。すでに持ってるんですけれども、これもちょっと LP 初期時代の版ですから楽しみです。またドンジョ版にこれいくつ目だ。あ、でもこれは違う、1950年、ティト・ゴッビが歌ってる分ですね。はい、これもなんやかんや LPCD あるんですけれども、これはメロドラム版、イタリアのプライベートレーベルですね。あの頃1枚2400円ちょっとしましたよね。もう今一盛りいくらの時代ですからね。なんか渋いとこが続きますね。フィデリオ、あ、これはレプリカ版ですね。これフランスかイタリアのレーベルでしたよね、レプリカで。これ1953年10月12日、有名な EMI のセッション録音、レコード用録音の前日のウィーン・アンデア劇場でのライブ音源です。あれ、なんかちょっと珍しいレーベルが出てきましたね。これどこ版だろう。トリスタンとイゾルデなんですけれども、もちろん EMI 版の、あはははイギリス EMI 版の単一カラー版ですね。エビ茶色の版です。これ確か私イギリス版は持ってなかったような気がするので聞いてみます。最新の55枚組のセット、あれ全然聞けてないんですよ。トリスタンとイゾルドは前奏曲と最初のスイフの歌のところだけ聞きました。これはなんだ、ドンジョ版にまた。でもこれいつのだろう、まあ53年か54年。いや、でもこれ騎士長が誰なんだろう。あ、ティト・ゴッビだから、先ほどと同じ1950年のライブですね。先ほどのメロドラム版と同じ演奏です。音結構違うんですよね。聞いてないのに言えませんけれども、多分こっちの方がいいと思います。まあ音質だけ聞いてるわけじゃないんですけれどもね。あ、なんか部外者がやってきましたよ。でもこれ私欲しかったんですよ。トスカニーニとフィラデルフィアの芸術。ちょっとしたトラブルでトスカニーニが NBC 交響楽団を離れて、フィラデルフィア管弦楽団と何枚かのレコードを録音した。その時期にちょうどストコフスキーの方が NBC に客演してたっていうような面白い話もありましたけれども、これなんだかんだでいい曲が揃ってるんですよね。メンデルスの真夏の夜の夢、チャイコフスキー悲愁、ドビッシュ海、イベリア、レスピーギローマの祭り、シュトラウスの交響詩、使徒編よ、これいい演奏だったと思います。あとシューベルトのグレートありませんでしたっけ。はい、これ LP 欲しかったんです。よかった、出ました。これも私欲しいレコードだった。フルトベングラーの1943年バイロイト音楽祭でのマイスタージンガー全曲ですね。これも1970年代になってから発掘されたレコードでしたよね。 WF シリーズの68から72っていう番号ついてますけれども、つまりは WF 一桁番号のシリーズが出た後に、これケース別フォーマットですから、明らかに当時新譜として出たものなんですよね。これも私憧れのレコードだった。私がこのマイスタージンガー聴きたいなと思った時にはもうこの国内版とっくに廃盤でしたから、私代々木にあったジュピターレコードでですね、フォイヤー、イタリアのフォイヤーレベルのマイスタージンガーを買った。まあ実際には今日本のフルトベングラセンターとフランス協会の共同制作で、これまでよりも優れた状態のハンプ CD が制作されてます。だけど LP は LP で欲しかったんです。これレーベルなんだろうな、赤かな。
赤のあの羽ペンレーベルですかね。あ、やっぱりそうだ。いやこのレーベル、この番で聴けるんですね。1943年ライブのマイスタージンガーが。昨日百田さんが音楽評論家ね、明治大学の名誉教授でおられる樋口隆一さんをゲストに迎えられて、有本さんとなんか共同の番組されてたんですけれども、その中でね、あのお二人ともワグネリアンですから、この大戦末期のバイロイトでのマイスタージンガーの話で随分盛り上がっておられましたよ。これもザルツブルクシリーズですね。イタリアチェトラ現場、1951年のザルツブルク音楽祭、ベルギーのオテロです。またドンジョバンニ。今日ドンジョバンニ何組目でしたっけ。53年か54年ですよね。あ、この当時54年版が出てるわけないんですよね。違う、54年版表記の53年版です。違う、53年版表記の54年版です。すいません、ちょっとよくわからない。それだけこのザルツブルクでのドンジョバンニの2つの録音って複雑に入り組んでるんです。それを一つ一つ紐解いて謎を検証されたのが檜山康介さんです。またドンジョバンニ、ザルツブルク版、これチェトラ版で同じ演奏ではあると思うんですけれども、音源が変わってるんですね。正確には分かりませんけれども、多分 FE エディションになってからの方が素性の確かな音源になってると思います。あれ、これもあった。同じ1951年ザルツブルクでのオテロなんですけれども、これはディスココープ系のワルター協会原版なんですよ。つまりこれと全く同じ演奏なんですけれども、元々のレーベル、低音源の経由が違うということで、これ元々悪いクオリティの録音ではないんですけれども、 EMI で確かオーソライズ版の CD 出てましたよね。でもあのシリーズってマスタリング担当した人にちょっとね、微妙なところがありますから。あ、これはすでに持ってるダブリですね。先ほど私が好きだと申し上げた1953年ザルツブルクでのフィガロの結婚、ほらまたダブリというよりも、これは私意図して欲しかった。私が子供の時、1980年あのウィーン国立オペラの来日公演で聴いて感激したフィガロですね。それで私レコードが欲しくなって、当時すでにフルトヴェングラーファンでしたから、あ、フルトヴェングラーにフィガロの全曲があるんだということで、このレコードをオーダーした。以後ずっと愛聴してたんですけれども、やっぱり子供のことでちょっとこう盤面に傷がついたり、この帯がなくなったりしてる、子供時代のメモリアルとしてちょっと欲しかったボックスなんですね。また来ましたよ、ザルツブルクシリーズ、ザウバーフロテ、魔的ですね。これいつ、あ、1949年版だ。これもまあまあですね。私すでにこれ同じもの持ってるんですけれども、あんまり極端にいいという印象はないんですけれども、ちょっと聞き直してみます。演奏としては2つあるザルツブルクでの魔的では、私こちらの49年版の演奏の方が素晴らしいと思う。ただここではパパゲーノがクンツじゃないんですよね。第2幕の始め、僧侶の入場のところなんか、この49年版の演奏感動的ですよ。あ、来た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 、これ1950年3月から4月でしたっけ、フルトヴェングラーがスカラ座で指揮したニーベルンクの指輪、あれ1983年でしたか、チェトラの FE シリーズの新装発売で、オリジナルはステレオ音源だって言われましたよね。結局はあれモノラルだったんですけれども、それでもなお、あのチェトラ版で聴けた音っていうのは、それまで出てたものを圧倒的に超えるものだった。しかしこれはこれでいいんです。確かにディスクのスクラッチノイズらしいものは聴けるんですけれども、音楽の響き、音そのものはこれ相当に明瞭で力強いんですね。どの当時のオリジナルのステレオ録音は確かにないんですけれども、偶発ステレオの検証するときにはこれ欠かせないレコードなんです。あー、このレーベルね、はい、この味もそっけもないエビ茶色のレーベルですけれども、これに我々はゾクゾクするんですよね。今このビニール買えます？あのレーザーディスクがなくなって以降、この30センチアングルの、あ、30センチじゃない、ボックスが入るんですから、それより一回り大きくなきゃいけないんですよね。なかなか見つからないんですよね。これは有名な1954年4月のマタイですね。で、これは、あ、ロココ原版だって。皆さん、このマタイのロココ版なんて見かけられたことあります？あった。ダブリというよりも重複。こちらがチェトラ原版のキング版ですね。これこの2つ全く同じ演奏ですからね。ロココ版ってパストマスターズのように SP 復刻が上手なわけではないですし、ライブ音源でも、まあ、その当時初めて聴けるとか初めてレコードになったっていうような価値はあるんですけれども、それから個別に聴かないと分かりませんよ。中には例外もあると思います。ただどちらかというとフルトヴェングラーのライブものを聴くときにロココ版っていうのはちょっとセカンドチョイス、セカンドサードチョイスになるかなっていうところですよね。見てください、この金ピカのボックス、何でしたっけ、クナの、クナとミュンフェンフィルの英雄もなんか銀色でしたよね。これマッキン金ですね。はい、またい、まあ、いかにも神々しいというところなんでしょうか。これも実はこの時の複数回の公演が全て録音されていると言われています。私オルフェオレーベルで出た演奏、あれが従来イタリア版 EMI 版で出ていたものよりも優れた演奏だと思います。感動的でした。
というわけで一箱目終わりです。これで何キロくらいあるんだろう。よいしょっと。じゃあ二箱目いきましょうね。開封動画ってやってみると結構大変ですね。よいしょ。なんか楽しそうとか思ったんですけれども、はい、開きますよ。ん？あ、これも同じ指揮者ですね、多分ね。ちょっともうこの画面にしてざっとお見せするようにしましょうか。あれ？さっきありませんでしたっけ？ね、51年ザルツブルクでの魔笛。なんでダブってるんだろう。あ、オルフェオテオリディチェ、これは欲しかった。フルトヴェングラーが珍しくスカラ座で振ったグルックのオルフェオテオリディチェなんですよね。これ録音はちょっと貧相なんですけれども、それでも聞きどころあるんですよ。私これレコードで聞きたいと思ってた。あれ？またまたい？二つ目？同じものが？あれ？なんかあればっかりですね。フィガロの結婚二組目。結婚二組目ってね、ナコードじゃないんですか？あ、これなんだ？これはフィデリオですね。これどこ版？フランス版ですね。中古で買うと時々こういう面白いものに出会うことあるんですよ。ちゃんと買った日時を書いてる方がいるんですね。1968年ですって。私が生まれる2年前ですね。これなんだ？オテロディスココープ版。このジャケットではないフォーマットで、私すでにオテロ持ってるんですけれど、多分こちらの方が古いと思います。プレス時期によってトリノでのチャイコスキーの5番もそうなんですけれども、音源が違う時あるんですね。音源やマスタリング、カッティングが違ってる場合があります。なのでいちいち聞き比べてみないと何が出てくるかわからないっていうのもあるんですね。ああ、気まぐれクックさんの動画見といてよかった。こういうアングルで撮るんですね。なんかユニオンの袋がありますけれども、ちょっと1枚ものは後にしましょう。ボックスを先に見ていこう。なんだこれ、フルトヴェングラー。あ、バイロイトの大工だ、エレクトローラ版。あれ、持ってなかったかな。なんだろう。お、綺麗だな、エレクトローラ版。すっごい厚手の版ですね。これまとめで買ったのかな。わ、版もすごく綺麗ね。え、皆さんこれ美術品ですよね。でもこれエレクトローラ版ってカーブ何なんだろう。せっかく初期版買っても正しいカーブで聞かないと間違った音で聞いちゃいますからね。またあの熊パーツ武士さんに怒られちゃう。で、しかもこれってリーフレットにですね、でっかい写真が載ってるんですよ。ほら、こうですね、こう見るんですね。はい、フルトヴェングラーが多分これ51年の写真だと思います。我々が見てるバイロイトの大工の演奏風景の写真って、実はほとんどが1954年の撮影なんですよね。51年の写真ってほとんどないんですよ。あの食堂みたいなところでフルトヴェングラーがテーブルに乗っかって指揮している、あれは間違いなく51年の写真です。これ買ってたんだ、よかった。パラゴンってイタリアのプライベートレベルですけれども、そこで出てる1954年中心のフルトヴェングラーベルリンフィルのライブですね。はい、こんな内容です。多分パリでの醍醐でしょう。この類も時々非常に良いクオリティの音源を使っているものがありますから、これちょっと私あまり見たことがなかったので欲しかったんです。あ、よかった。あれ、これ盤面が良くなくって、これクマッパーズ武士さんに処分をお願いしたもの。すっごいプレスミス、ボコボコ。皆さん見えます？はい、これちょっとトレースできないですよね。クマッパーズ武士さんに処分をお願いしたんですけれども、多分クマッパーズ武士さんも捨てるに忍びなかったんだと思います。ああ、これはダメですね、残念。記念品ですね、オーパーツ。あ、これは私自身懐かしいレコードです。おじのコレクションで聴いてたんです。あのフィリップスが出したですね、第2番だけ実はエーリヒ・クライバーの録音だったという不完全なベートーベン交響曲全集で、私これ東京にいる間に処分してしまいまして、で、その後激しく後悔してたんですね。で、しかも帯付きでこのまとめ出品っていうものがあったものですから、聞き返してみたいと思います。それからなんだ、あ、ワルキューレね。あのこのドイツ EMI エレクトローラか、このダカーポシリーズって皆さん非常にセンスの良い音作りがされているものが多いですからね。私リパッティのピアノも、それからコルトはやっぱりパテかな。フルトヴェングラーの録音はこのダカーポ版、ほらこれですね、
このシリーズで聴くことが多いですね。これワルキューレか、あ、いいな、ちょっと楽しみです。フィガロの結婚ですね、先ほど2、3組出てきましたけれども、そのいずれもこれ同じものだと思います。1953年のザルツブルク音楽祭でのライブで、これがイタリアチェトラ版ですから、これが原版になるわけですね。プレスの状態がありますので、まあ、イタリア版と日本版ではちょっと比べ物にならないと思われるところもありますし、特にこうしたプライベートレーベルですから、多分同じ音源ではあっても日本版の方が聞きやすいんじゃないかと思います。あれ、なんでオルフェアとエウリディーチェが2組あるんでしょう。これもプレゼント用ですよね。あ、でもよかったらキープしておきたいな。あれ、またオルフェアとエウリディーチェ、これもだからディスココープ、日本コロンビア版はディスココープ原版なんですよ。ワルター協会レーベルって言われますけれども、アメリカのディスココープから出た、そちらの音源が使われた版ということになりますから、キング版のチェトラ系列とは別音源なんですよ。演奏は同じでもね。どちらがいいんでしょうね。はい、またダブリー、ヴェルディのオテロ、多分またダブリー、マテキでも、マテキこれ49年と51年版がありますからね、ちょっとあの細かくチェックしてみます。出た、マダンの車種、これも1954年ザルツブルク音楽祭ライブでステレオ録音があるとかないとかっていう風に騒がれてるものですけれども、現在のところ現存してる音源はそのまま再生してステレオ感が得られるというものではないようです。多少復元が必要、こういう風に録音されたんだっていう、なんか技術的なものがあるんですって。それをするとそのかすかにそのステレオ録音の良すがというか残りがみたいなものが伝わってくると言われています。モノラルで聞いてもこれ十分いい音ですけれどもね。しかもこれディスココープ版ですから、私確かアメリカディスココープ版のマダンの車種は持ってなかったと思うので、とにかく聞いてみます。序曲なんかすごくいい演奏ですよね。あら、なんでマダンの車種が、だからこれがイタリアチェトラ版ですね。これキング版ですから、これはなかったような気がします。ベートーベンのフィデリオですね。いつのフィデリオ、フラグスタートが歌ってるから、これ1950年のザルツブルク音楽祭、これ割と有名、伝説的な名演ですよね。あ、出た、ブラームスの交響曲全集、これもまたアメリカディスココープ原版で、日本ではワルター協会として出たものなんですけれども、1番は1953年5月18日のベルリンフィルドのライブ、2番は1945年1月28日もしくは29日のウィンフィル、フルトヴェングラーの第三帝国脱出前夜のライブ、そして3番は1954年5月14日かな、トリノでのベルリンフィルのライブ録音、そして第4番は私の大好きな1943年12月12日から15日の間、ベルリンフィルとの対戦中のマグネットフォンライブですね。で、このセット国内版はどうか分かりません、これから聞くのでわからないんですけれども、海外版ディスココープ製のアメリカのレーベルでは、スイス亡命前夜のブラームスの2番、最高のクオリティなんです。今聞いてみてもこれに匹敵する音の CD ってなかなかないくらいです。で、それが国内版でこういう風に出てるんですね。どういう違いがあるのか、私ちょっとこれ興味があるので、ぜひ聞いてみたいと思います。あ、これは修理人ですね。これはなんかクマッパーツプッシュさんのおすすめで、これいいレコードだからということで、私自身も楽しみにしているものです。修理人とパリ音楽院管弦楽団によるあの EMI パテに録音されたベートーベンの交響曲全集ですね。未開封版です。まだファクトリーシールを剥がしてない。あ、これは楽しみですね。はい、あ、これ買っちゃった、ダブリ買いですね。私日本で落札したってことを忘れてて、最近海外版を買ったような気がする。 EMI 系のフルトヴェングラーのワーグナー管弦楽集、これもダカーポ版ですね。収録曲はもうおなじみですよね。あら、出た、あ、もう一組買ったんだ。というよりこちらの方が古いプレスですね。先ほど申し上げたこのブラームスの交響曲全集のアメリカ版です。ディスココープ版で、この同じ RR418 という番号で、私高校の時1987年くらいに石丸電機さんでこのボックス買ってるんですけれども、このボックスが白い方がプレスが古いんですね。中はどうなんだろう。あー、やっぱりね、このレベルですね。皆さん、このディスココープ RR418 のブラームス全集見つけられましたら、まあ廉価でしたらおすすめですね。だいたいこういうところなんですけれども、なんか1枚物があったら、なんだこれ、51年のザルツブルクでのウィンフィルトのブルックナーの5番ですね。これ古いフォーマットは持ってなかったような気がする。これあの私一組持ってるんですけれども、やっぱり先ほどのブラームスと同じでプレス時期ジャケットが新しい分なんですね。これ初版に近い方だと思います。ん？教会版が来ましたよ、日本教会版。
これなんだ。あの1926年フルトヴェングラーの初録音の一つとされるポリドール録音のベートーベンの5番、そしてウェーバーはこれ1935年の録音、32年かな、そちらの録音の方ですね。状態どうだろう。これ結構いい復刻ですよ。お、綺麗ですね。はい、あ、綺麗ですねって、あの袋がね。はい、盤面もピカピカです。大当たり。これなんだろう、もしかしたらクマパーズブスさんのプレゼントかな。皆さんどうやってあのジャケットに入れます。よくジャケットの出口とこの袋の出口も合わせる方あるんですけれども、私それ直角にするんですよ。こういう状態で入れます。毎日つるんなんて出てくることがあると嫌ですし、これは私なんか覚えてる。秋山和義さんが指揮なさった大阪フィルハーモニーとのモーツァルトのレクイエム、1988年ですって。これ市販品なのかな、ちょっとよくわからないですね。あ、これはね、なんだ、リマですね。モリエラ・リマ、1965年のショパンコンクールのライブですね。1965年ということはアルゲリッチが1位になった時で、これ佐藤康一さん、佐藤太一さんの本で知ったピアニストだったんですよ。で、あ、こんなものが出てるわと思って聞いてみたいと思ったんですね。エチュードとプレリュード、ノクチルノとソナタ、3番ですね。あ、これは楽しみですね。リマのショパンコンクールライブです。で、あとなぜかここにディスクユニオンの袋があるんですよ。これ多分クマパーズブスさんがお買いくださったものだと思うんです。あ、これは素晴らしい。あ、よかった、買わなくて。フリッツ・ブッシュ協会ですね。正確にはフリッツ・ブッシュ兄弟協会なんですけれども、これはブッシュ、兄ブッシュが指揮したハフナーセレナードですね。あー、よかった、これ買おうかと思ってたんです。これなんだ、クレメンス・クラウスの指揮したハイドンの天地創造ですよ。1940年代のあの当時のすでにしてマグネットフォン録音でしたよね。あ、これプライザーで LP レコードになってたんですね。あ、よかった、これは聞きたいわ。クマパーズブスさん、どうもありがとうございました。全部チェックして汚れてるものをアルコールで拭くとなるとかなり時間かかりますよね。まだ2箱あるんです、これと同じサイズが。これ本当に動画になるのかな。さて次に行きましょう。おー、ちょっと、でもこれ他より少し軽めですね。いきますよ。あ、カペが出てきた。はい、カペですね。これビダルフ版ですね。何枚出たんだろう、これ1枚だけかな。他にもあったら全部欲しいな。あ、これはですねアルカディアですね。アルカディアの後期レーベル。ブラームスの1番が47年ルツェルン、2番が45年1月ウィンフィル、3番が49年12月のベルリンということは、これ EMI 版と同じですね。で、4番も48年の10月、これも EMI。 そしてもう一つ1943年のマイスタージンガー、これ落札したら出品者の方がよく知ってる方だったという。あ、ケース割れてるな、やっぱりな、しょうがないですね。あ、カペね、これまたカペ、ケースバキバキですね。後半セットだけなんですけれども、カペの独自復刻ですね。 CD456 枚目、123枚目、こないだ出てたんだけどな。来た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 、メンゲルベルク、自分の動画で扱った CD ですね。メンゲルベルクのレア版ですね。 SP レコードとしては大変なレア版だって、世界に片手で数えられるぐらいしか SP レコードとして現存していないっていう、メンゲルベルクの最も後期のレコード用録音、シューベルトの未完成とグレイトで、これも実は加藤さんに伺ったところ、 SP 版からの復刻ではないのではないかと。で、復刻音は微妙だという話も聞いたんですけれども、はい、せっかく自分が動画で取り上げて、しかも演奏としてもこれ私好きですので。ターラは社長が亡くなって以後活動停止しちゃったんですよね。 CD としてもこれ今ちょっとなかなか手に入らないんじゃないかと思います。今少しずつ斉藤さんのアルトゥスが再発売していますけれども、まあ全部を追い切れてるわけではないというわけで、中古市場でかなりプレミアのついてるアイテムもあります。本だ。あ、ちょっと重い本ね。実はこれ檜山康介先生からのおすすめなんです。この中にナチスドイツ時代のとある音楽家についての記述があるということで、あ、これは読まなきゃと思った。で、あとこれはクマパーズブスさんから譲っていただいたもの、あれ、プレゼントがありますね。ちょっと待って、実はこれが、よいしょ、実はこれはクマパーズブスさんから譲っていただいたものなんですけれども、私日本の現代音楽も好きですので、とは言っても内容がよくわからないんですよね。日本歌曲全集山田耕作、ちょっとこれ後で見ます。はい、あ、嬉しいな、この辺りはクマパーズブスさんからのプレゼントですね。
これ私自分でお願いしたのかな、デジタル録音のカレヤン、アバド、バーンスタインあたりのグラムフォン版って最近入手難になってるもの多いですよね。バーンスタインのあの2度目のマーラー交響曲全集の LP なんて今どえらい値段になりますよね。おっ、パストマスターズが入ってる、いいのかなこれ。ドッパーとフォルモーレンのシンフォニアだってメンゲルベルクですね。いやー嬉しい。まだパストマスターズ、あ、Q ね、Q ってよく出回るんですね。オランダの作曲家による作品、もちろんメンゲルベルクの指揮。よかった、これ保存用にさせていただきます。あ、これ持ってないかも。あー、例のあまたの謎を含んだモーリス・ジャンドロンとの1944年のドボルザークのチェロ協奏曲ですね。これちょっと動画で検証しなきゃいけないんです。あ、資料付きだ、ありがとうございます。またメンゲルベルクがいいのかな。あ、これ多分持ってなかったかも。27枚目、はい、メンゲルベルク名曲名演奏ですね。あ、これも良かった、資料入ってる。この別添付の解説、これがなくなってるものも結構あるんですよね。このパストマスターズって音いいですからね。すごくダイナミックでストレートな音を SP レコードから取り出してくれる。私がこういったものを買い始めた時にはとっくに入手困難になっていました。あ、まだある、メンゲルベルク。わ、2枚もある。第1、第2弾だって。ちょっとこれは私後で早速聞きます。パストマスターズのシリーズ第1弾第2弾。パストマスターズって実はフルトヴェングラー、トスカニーニとかってないんですよね。ワインガルトナーはありますけれども、ストコフスキーもない。メジャーどころではなくて、その当時入手できなかった、復刻されていなかったものを主に出そうというポリシーで始まったようで、パストマスターズでフルトヴェングラーのポリドール SP なんか復刻してたら、これはまた魅力的なものが聞けたんじゃないかと思います。まだあるな、なんだろうこれ。グレートピアニスト、あ、ZRC ね、あの飛脚堂というレコード店が昔あってですね、中野かな、そこで自主制作された鹿版っていうのがいくつかあるんですよね。ブラームス、マーラー、グリーク、シャミナーデ、あー、なるほど、この辺りの本当往年というか、レコード録音が残っているのっていうような時代ギリギリからの音楽史上の名人、大家の演奏が聴けると、やっぱりパストマスターズは速攻で自分の机の上に行きますね。あー、なんかエネルギー使いますね。一枚一枚のレコードってすっごい思い入れというか、作り手の思い入れもなんですけれども、欲しいと思う側の思い入れっていうのもあるんですよね。レコードって単なるものじゃないですからね。さて、じゃあ頑張ってあと一箱開けていきましょう。これも重いわ。よいしょ、はあ、合計80キロ4個でね。じゃあ開けていきます。はい、では皆さんと興奮を分かち合いたいと思います。最後のボックス、何が出てきますか。ん?あ、レコゲーね。このバッグということは、これ1982年の10月号でしょ。あれ、ほら、秘蔵版、ほら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 、はい、私の大好きな号、1982年10月号のレコード芸術。これ実は秘蔵版大公開の特集があるんですね。私もこれ小学校6年生の時から開かずに眺めて読み尽くしました。で、その年代ですから書き込みしたりするんですよね。ペンでライン引いたり。で、まっさらなものが欲しかったので、多分これ買ったんですよ。忘れてた。あ、よかった。また後でじっくり読み返します。この時代のレコード芸術って本当面白いですからね。資料的にも価値がありますし、その当時最新の情報っていうのがいろいろ紹介されていたりするので、あの文献としても本当に役に立ちます。なんだこれ、なんでミケランジェロがあるんだ。買ったかな。あ、何枚かセットになって、あ、ミケランジェリまとめ出品ってありましたね、なんか。あー、そうだそうだ、柔らか。あ、ジャケット、レコードがベコベコなのじゃなくて、ジャケットがかなりベコベコなんですね。これだって東芝の AB 版ですよ。内容的にも特別珍しいものではない、今 CD で聴けるものです。ほら、これこういうものが出てくる。これロココ版ですよね。ミケランジェリも結構録音嫌いなアーティストでしたから、ちょっと今一つ怪しいライブ音源っていうのが昔よく出たんですよ。これロココ原版ですね。あ、これもそうですね。このバッハの写魂のいつなんだろう。これ1955年ショパンコンクールの時の、これも1955年の
田中清子先生が入賞された時のショパンコンクール、あの時の審査員の特別演奏会、そこで演奏されたミケランジェリのバッハの社魂って素晴らしい演奏なんですけれども、これもしかしたらその時の演奏かな、ちょっとわかんないです。この種のレコードって正確なレコーディングデータが書かれていませんので、ちょっと内容これ検証用ですね、要検証。あ、これも私好きなレコードですね。これ見本版だ、白レベルです。あ、こんなものも混じってたんですね。で、これもまあミケランジェリとしては有名なレコードですよね。はい、ドビュッシーです。そうか、ミケランジェリ詰め合わせなんていうのも買ってたんですね、忘れてました。はい、あと次何でしょうね。あ、これもまたなんか詰め合わせですよ。これはね、田村先生、芸大の先生でおられた田村博先生、もうお亡くなりになられましたけれども、教育用レコードですね。ソナチナアルバム、それからバッハのインベーションとシンフォニアみたいなものもありましたけれども、インベーションシンフォニアはあれなかなかの演奏ですよ。すごく濃厚な表情付けで、フーガのこう濃厚なうねりっていうものが聞ける。で、私、田村先生の奥様ですね、ひろこさん、練馬のお宅にお伺いしたことがありまして、非常によくしていただいた。で、まさに田村博先生が毎日座って食事をとっておられた食卓のですね、椅子に腰掛けて、ひろこ先生からいろいろな思い出話を伺ったことがあります。あと、これは何だろう、ストコフスキーですね。あ、ストコフスキー教会だ、なんかウィーンものですって。シューベルト、モーツァルト、ハイドン、まあ確かにウィーンものですね。はい、これストコフスキー教会、イギリスのストコフスキー教会でしょう。ちゃんと LS ナンバーです。これカーラのシリーズじゃないですね。ほら、はい、日本でもストコフスキー教会 JLSS っていうのを組織されてたですね、大前さんっていう方がいらした、なんか高校生の時からストコフスキー教会を主催してらしたっていうことで、私なんとか連絡を取りたい、消息を探してるんですけれども、これなんだろう、これも、あ、これストコフスキー教会だ、まさにショスタコービッチの5番、ごく初期の日本ストコフスキー教会版かもしれませんね。ピカピカです、ショスタコの5番。いつ、あ、やっぱりそうだ、 JLSS の1枚目ですよ。あ、よかった、日本ストコフスキー協会のハンプレコードでも結構貴重というか質の高い音源とか他では聞けない演奏っていうのはないかもしれませんけれども、あ、なるほど、2枚組だったんですね。私も当時入りたかったんですけれども、なんせ高校生でしたし、1ヶ月に一定の金額をこう積み立てて、で、それで何ヶ月、数ヶ月に1回このハンプレコードが届くっていうシステムにちょっとついていけなかったんですよね。これなんだ、あ、これサバタね。はい、このドキュメンテチェトラシリーズのこのサバタっていうのは非常に優れた音源を使ってるものが多いですからね。サバタですから録音としては残ってるものは少なくてですね、今でも複数のレベルで CD 出てるものありますけれども、これはかなりクオリティの高い音が聞ける。あれ、これ持ってたな、なんかダブリですね。ジュゼペ・デ・ステファーノが自分が持ってた音源をこういう風に自分でレーベルを立ち上げてレコード化したり CD 化したりしたんですよね。あ、来ました、プライベート版詰め合わせ。はい、これを見てドキッとされる方はかなりのマニアですね。はい、何なんだろう、私このシリーズ聞き手によっていろいろ評価は分かります。ピンキリだっていうのにも私賛同します。ただし中にはすごく聞きやすいレコードもある。これメンゲルベルクですね、名曲集出た、先ほどと同じメンゲルベルクのシューベルトのグレートの復刻。あれ、これ持ってるのにな、なんかメンゲルベルクのまとめ出品か、もしかしたらこれクマパーツ節さんのプレゼントかもしれませんね。ほら、メンゲルベルクがこんなにある、いくつかはダブリですよこれ。しかもこのバッハの2つのバイオリンのコンチェルトって、これまた貴重なデッカロコンなんですよね、テレフン券ではなくてね。うわ、すごい、これメンゲルベルク詰め合わせです。私もしかしたら何枚か欠けてるものがあるかもしれないので、これで多分コンプリートですね、このレーベルのね、このプライベートレーベルでのメンゲルベルク、多分これでコンプリートです。聞きたいレコードが山積みです。生きる喜びが湧いてくる。さて、それからなんだ、なんかボックス版が出てきましたよ。なんだろうこれ、あ、フルトヴェングラーの対戦中のブラームスの4番ですね。ボックス版っていうのもこれバカにできないですから、メロディア版の板起こしではあるんですけれども、それにしては生々しい音が聞けるものってあるんですよね。ベートーベンの第5とシューベルトの未完成、この未完成いつの未完成なんだろう、多分これ安かった、数百円だったので買ったんだと思います。まだまだありますよ。なんだこれ、え、黒ジャケット、全くの黒梵天、あ、
ブルーノ・ワルター協会ね、日本ブルーノ・ワルター協会、これは本当に日本に存在したワルター協会っていう組織なんですよね。そこが会員のために制作したレコードです。シューマンの一番春、なんか別のフォーマットで持ってたような気がしますけれども、あ、ワルター協会版、あ、これはね1050版、いろいろ詰め合わせですね。はい、ご覧になりますでしょうか。これもワルター協会版、なんか CD になってるようななってないような微妙な音源が組み合わせてあります。要チェックですね。またワルター協会かな、ワルター in イタリーですね。もう一枚なんだ、ハイドンの86番、あ、もしかしたらあの1930年代の SP レコードの復刻かもしれませんね。赤レーベルって SP 復刻だったんですよね。ここね、黒レーベルはライブ音源レコードか。さあ、なんか見えてきましたよ。これはあの高田の馬場にあった個人経営のレコード屋さんですね、サンディスクさん。あそこで自主制作されたティボーの SP 復刻なんですよ。はい、これ素晴らしいクオリティなんです。これ単発でも出ていますけれども、ボックス、これ欲しかったんです。で、これと同様にモーリス・マレシャルのコンプリート復刻も自主制作で作られてるんですけれども、私それも欲しいんですね。いやー、これは楽しみ。あー、なんだかまたお宝が出てきましたよ。よいしょか、すごいなこれ。最後にどえらいのが出てきましたね。これ開ける順番正解だったな。なんとですね、皆さん、ちょっとこれ自慢、パストマスターズのボックスなんですよ。で、これいろいろ貴重な音源が組み合わされてまして、内容が何と簡単には言えないんですけれども、アルバート・コーツ、それからメンゲルベルク、フレデリック・ストック、シューリヒト、ケンペン、レーマン、クレメンス・クラウス、エレク・タクセン、貴重な音源がまとまって復刻されてる。しかもこれ未開封なんですよ。ヤフオクではこれ多少ライバルあったと思います。よかった入手できて。これそんじゃそこらのショップで見かけるものじゃありませんからね。あ、少なくとも私の場合ね。これ二つ目、これはコンセットヘボーオーケストラの歴代の指揮者ですねによる名演習です。これも私欲しかったんです。これ先ほどもお話ししたカナダのロココ版、エフレム・ジンバリストでブラームスのバイオリンコンチェルトですね。これは CRAA のリストにもライブ音源というのが載ってたんですけれども、それをレコード化したものだと思います。もう CRAA は活動を停止してしまいましたので、こうして出てるものはここで買わなきゃいけないんですよね。ジンバリスト日本にも来ましたけれども、このブラームスのコンチェルト楽しみですね。あ、これもなんか、これはレナー・クアルテットとのこのディスクアルトアというのもまた東京都内の別のショップが音頭取り旗を振って制作したものなんですけれども、こんなボックス3枚組のボックスまで作ってたんですね。ユリア・クルプ、あ、これもユリア・クルプだって。なんでユリア・クルプなんか買ったんだろう。グレース・ムーア、もしかしたらクマッパーズ・プシさんのプレゼントかもしれません。はい、グレース・ムーア、あ、これもあの田村博先生関連だと思います。田村先生って室内楽のライブ音源はCD 十数枚分あるんですけれども、セッション録音では教育レコードっていうのが多いんですよね。あ、これは懐かしい、ギオーネの式ですね。はい、カラスの椿姫ですね。この当時初登場だったものですけれども、これ実は同じ音源であっても正規版として登場した EMI よりもイギリスパール版の方が音のクオリティが高いと言われているもの。なんで買ったんだろう、探してはいたんですけれどもね。あとこれなんか札幌交響楽団、鷹の井戸、これポスターでしょ、レコードじゃない。実はこれあのアビニョン音楽祭で舞踊と音楽が一緒になった、まあ、テアトルですね、鷹の井戸で。この音楽を私が留学前からお世話になった作曲家の平良久先生が作曲されたんですね。それが日本にも公演に行ったんですよ。その時のパンフレットですね。わ、これは貴重ですね。またなんかレコード店から直接来た袋がありますけども、これ多分クマパーツ節さんからのプレゼントだと思います。拝見していきます。ロッテレーマン、あー、これ初めて見た。これいつの録音、あ、これもロッテレーマンだ。いいのかな、これ今は亡き定築のアルティスコかなんかですよね。日本版ですよこれ。お、すごいすごいすごい。おー、またロッテレーマンだ、ブラームスのリート集。これもしやクマパーツ節さんが桃地だったこれシューマンね、ロッテレーマンのコンプリートじゃないですか。これまとめて送ってくださったのかな。いや、困ったというか嬉しいというか、すごい。フーゴーゴルフ、みんなロッテレーマンですよ。これ大変ですよ。うわ、これすごい、 RCA キャムデン。ちょっと後でクマッパーズプッシュさんにお電話しなきゃ。うわ、これ欲しかったやつ、ブルーノ・ワルターが伴奏してる。ちょっと
とどうしようということは、これはすごい、こんなの見たことない。皆さんこれご存知です？ロッテレーメンの生誕100年の記念アルバム。ちょっとこれすごいです。この最後の一袋にとんでもないものが入ってました。こらすごいわ。はい、というわけでですね、今日はなんと総量80キロ、私の体重よりも重い LP レコードの山、これを一気に開封させていただきました。動画としてはこれどうまとまるのかわからないんですけれども、まあ皆さん道を踏み外すとこういうことになる。しかし道を踏み外すがゆえにこういうものに出会える機会っていうのもあるんですね。1枚のレコードって本当に味わい尽くすことができる。逆に言うと、そうまでして聞き込みたいレコードに出会える確率っていうのもありますし、そういうものに出会えた時って本当に嬉しいんですよね。もう途中に申し上げましたけれども、私の小学生時代1枚の LP レコード、1番の廉価版でも1300円くらいしましたよね。小学生のお小遣いでなかなか買えるものではなかった。今 LP レコードまたブームになってきているそうですけれども、かつて憧れたものがかつてとは比べ物にならないようなお手頃な値段で手に入るようになっている。生きている間に1曲でも1枚でも素晴らしい演奏、素晴らしい録音というのに出会いたいと思います。というわけで今日はお疲れ様でした。今後はちょっとこういうことないと思います。皆さんまた来週。